てるんですもんね。はい。絶対決まってない。だって今日これからデートするってことは何するんだろうっていうね。そうですね。うん、それ手とかつなぐんですか？あの場面で。あ、場面で。手つなぐ可能性あるんですか？場面で、うん。もうお腹はいっぱいですもんね。そう。それが結構むずくないですか？確かに。ここからねなんかするって言った時に。うんうん、ホテルホテル。確かにまったり気になっちゃうよね。ホテルホテルデート。ホテルデート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 って一番エバイしないけどね。まあでもそうか、高い高級ホテルみたいな、まあまあ、プールとか全然ですよね。地下でホテル、地下でそのためのみなんですよ。え、それはそうですよ。でもするとしたら誰ですか？あ、するとしたら誰すごい質問ですね。え、お前さん流れで、え、今回今回選べないじゃないですか。まあまあ、なんかもしデートで1位取ったら選ぶんです。まあ、あ、そうか、1位取ったら、そうそうそう、あ、そうそう、だから楽しみに置いてください。言わない方がいい。取りに行きます。じゃあハメ撮りするとしたら誰ですか？それ別なんや、デートのハメ撮り。カメラうまそうなんで。まあ、撮られるのは確かにブレないんでね。確かに手もブレないしね。確かに。ハメ撮りだったらっていう。確かにね。え、それいけるんですか？それプレ中もブレなくていけるんですか？いけるじゃないですか。あの顔やめて、やっちゃうまんまやな。いけるんじゃない、いけますじゃないのがちょっとまたなんかリアルだったのなんかね。